へえ。記憶に残らない味ですか？まあそうっすね。うん、あ、そう、今日なんですけど。っていうか、はい、あの、はあ、へえ、三浦さんのモノマネする三浦さんって実在したんだ。あ、そうですね。ね、こんなひろゆきモノマネのひろゆかないさんも実在するんですね。はい。はい、はい、はじめまして。はじめまして。今日そういえばひろゆきさん の、はい、あのお誕生日っていうことで、あ、そうなんですか。11月16日。あ、そうなんだ。一応ひろゆかないさんにあのプレゼントをお持ちしたんですよ。あ、ありがとうございます。ちょっとこちら、じゃあひろゆかないさん開けて、どうぞ。お、なんすかこれ。あのね、うさぐみのちょっとね、視聴者さんもこれちょっと飽きてると思うんですよ。はい、はい、で新しい仕様のうさ耳をね、はい、ちょっとアマゾンで買いました。あ、なんすか。つけてもらっていいですか。はい、あ、切ってですか。あの、うさ耳を、うさ耳でね、これちょっとね、はい、今までと違うのが、はい、これ起こすと、ほら、うん、ほら、まあちょっとこっちも気持ちいいかね。はい、じゃあ、ひろゆかないさん、ひろゆかないさん、こちらも一緒に、はい、はい、せーの、はい、はい、せーの、もうちょっとちゃんと押してくれます。あ、押すんすか、これ。ちゃんとこう握ってくれます。あ、握るんすか。はい、はい、いっせーので、はい、はい、あー、なんすかこれ。これきっとね、視聴者さん喜ぶと思うんですよ。面白いですか、これ。うーん、どうでしょうね。これ面白いって思う人いるんですか。うん、わかんないですね。みんなそもそも面白い。なんか筋トレにいいっすね。割と力が必要っすね。うん、見た感じよりなんか割とこうギュッてやらないと。そうですね、握力のこう体操になりますよね。ちょっといいっすか。あ、すごーい、すごーい、へー、すごーい。視聴者さん多分喜びますよ。これしかも結構頑丈っすね。なんか壊れなさそうっす。次からライブ常にこれで。わかりました、ありがとうございます。すごーい、はい、ひろゆかないさんもなんかおめでとうございます。 ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。僕誕生日3月なんで。